皆さんこんばんは。あ、乳首硬いです。寒いから。乳首硬い。性の意味は何ですか。うるさい、うるさい。お疲れ様です。誰。すいません、あなたの人生の意味は何ですか。はい。あなたの人生の意味は何ですか。どうな、知らん。ファミマ派ですか、それかミニストップ派。でもいいけど、知らん。今日はなんか、渋谷に伝説残そうかなと思った。素晴らしい顔ですね。すいません、このここのラーメン美味しいんですか。自分たちケバブ。あ、ケバブ。あ、別なラインですね。ケバブ美味しいんですか。分からない。あなたの人生の意味は何ですか。ちょっと人生の意味。あなたの人生の意味は。あなたの人生の意味、ケバブを食べる。この人生はケバブを食べるためにある。いません。今年のオリンピックどう思いますか。今インタビュー受けてる。ちょっとマジャー、ごめん。ちょっとごめん。今カメラ撮られてる。カメラ、わかる。はい。都是 TOSH14YWFD。都是重要人物14。都是。Yeah, 1212。今新宿。今このゲームアウト。今オリンピックの話の問題。問題今 get down。You know, hey。チェックさ、俺の友達、フレンズ。Hey, what's your name? あ、ファミリーラップ聞きましたよ。夜の世界。すいません、あなたの人生の意味は何ですか。お酒。断りましたか。昨日30歳とセックスした。新宿でお父さんと何をしてますか。お父さんとファックしてました。楽しかった。楽しかった。マジで最高。よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。野外でファックしてました。彼が僕好きなんですけど、南の島住んで。あ、彼氏ですか。ファイヤーす。ファイヤー。ファイヤー。わー、いいですね。今日はどんな感じですか。今日はまあ誕生日パーティーなんで。お誕生日おめでとう。ハッピーニューイヤー。酎ハイ何パーセントですか。 89%。 コンビニコンフェッションズ。イヤー。コングラチュレーション。生まれ変わったら何になりたいですか。諦めなんです。熱帯魚になりたいです。何ですか。熱帯魚。アロワナ。すいません、女の子の口説き方を教えてください。すいません、女の子の口説き方を教えてください。ボディタッチとかじゃないですかね。こうやって髪を触ってあげるとか、あと目を見てよくしゃ話すっていう。あ、このように。そうちょっと心がワクワクします。もし生まれ変わったら何になりたいですか。ドナルド・トランプ。 Make America Great Again。 OK? Are you OK? 聞かせてもいいですか。夢。夢はね、まっとうな生活をしたいね。最高ですね。最高。夢ありますか。夢は分からないです。絶対買わないワイン。ワイン買わない。チューハイボーリングやりたい人、ここでやってますよ。緑 T シャツ。ナゲット。おー、一本玉ねぎ。誰。あ、すいません、日産が目に当たったので。は、日産。これベンツだったこと。ベン薬物って、あ、プッシャーなんですか。ノープッシャーだよ。薬物はやめろ。うまいね。うん、うまいと思う。薬物はやめろって知ってますか。わかります。大丈夫です。いい日本を作りましょう。お願いします。ドラえもんとピカチュウどっちが好きですか。ドラえもんとピカチュウ。これドラえもんじゃないですか。薬物はやめろって知ってますか。あ、ありがとうございます。サイドチキン。サイドチキン。サイドチキン。フライドチキン。フライドチキン。フライドチキン。すごい、マイクめっちゃすごい。
サムギョプサルだと思いました。コンビニコンフェッションスでした。コンビニコンビニプレッシュナル。見てください、このダンス。今流行りの横揺れです。こちらは横揺れと申します。おー、せー。はい、でも、せー。ファンディファンズ、せーか。わざわざ、せー。わざわざ、せー。せーの、君が世は潮に家賃を Walking to Tokyo, Roppongi.Walking to Japan, Tokyo. 休みする時の言い訳教えてください。うんこがいっぱい長くて、と、いけません。長くて、ごめんなさい。おばあちゃんが死んだ。おばあちゃんが死んだ。おばあちゃんが死んで、学校行けないね。他人に言えない秘密を教えてください。他人に言えない秘密、俺は極右で、俺は日本しか勝たんと思ってる。だからみんな選挙に行ってほしい。一番好きな匂いは何ですか？チンコチンコマンコ。あの、人生の意味は何？あ、こっちが聞きたいです。いや、なんか生きてる意味がないからこんなことやってるんだと思う。すいません、ちょっと質問大丈夫ですか？質問？うわうわ、ちょ、質問ですか？一つだけの、透明人間になれたら何をしますか？透明人間になれたら、それ言われて急に変わってもへん、ん？急に変わってもですけど、そうですね、うん、まあ、そう、そうね、そうだ、じゃあ、もじゃあこうしよう、じゃあ、もっと恋人 の, あ の, あの家にそのちょっと行ってみる、行ってみる、様子を見るとか。はい、とてもサンキュー。ありがとうございます。ちょっとね、英語を知らない。ラップとしてどっちの方があの好きですか？ビギーかツーパック？すいません。I'm from Japan. コンビニコンフェッションズ、ビーチ I like 渋谷、 I love Japan!